皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということでね、今日はですね、先日ね原宿に行ってきた動画を撮ったかなと思うんですけど、原宿でね買ってきたものを紹介したいなと思います。見事あそこっていうね関西初のね雑貨屋さんに行ってきて買ってきたものを紹介したいと思います。はい、でね、まず紹介するのがこちらですよ。やっとやっとやっと手に入れました、花柄のガウンです。イエーイ。ネイビーの色になっていて、これはバラかな、そうピンクのバラがたくさんあります。そうワンピースとしても着れるし、あのこうやって羽織物としても着れるというものになっています。そう本当に花柄ガウンずっと欲しくて、でそうウィゴー行っていろんなものを見て、本当ウィゴー大好きで、原宿に行くと必ずねウィゴーには行くんですけど、やっと手に入りました。そしてそしてじゃーん、あそこ皆さん知ってますかね、あそこ、あの関西発のね、そう雑貨屋さんなんですけど、私神戸にね行ったことがあって、そうそうそう、あそこのあの本店の方にもね行ったことがあるんですけど、で原宿にもあってですね、こう面白い雑貨が結構いっぱいあって、そうでねすごく安いんですよ。そうなのですごくおすすめです。変わったこう文房具だったりとかもあるし、そうキッチン用品とかカメラ用品とか、あと髪飾り系とかも揃っています。で私が買ってきたのがまず一つ目、じゃーん、こちら鏡です。すごい可愛くないですか。そうすごく一目惚れしました。そうこちらを開けてみると、こんな感じですぐ開けます。開けてみると、そう2つの鏡になっていて、でこっち側は普通の鏡だけど、こっちは結構ほらズームになって見えるっていう、なんかすごい使いやすいんですよ。すごくそうなんかこう目とかのメイクをするときはこのズームになってる方のこう鏡を見て、でこう仕上がった後はこう普通のね鏡をこう見るみたいな感じで使っています。そうすごい可愛いの。はい、そしてもう一つ目はこちら、じゃーん、ペーパーナプキンで20枚セットで100円でした。すごく可愛くないですか。そうすごいお得だったので、そうレジの近くにあって、そう紅葉をね見にね今度ピクニックに行こうかなと思ってるので、ちょっと使いたいなと思って買ってみました。そう色違いもあって白とグリーンがありました。そう20枚も入ってるのですごくいいなと思いましたね。はい、こんな感じでね原宿で買ってきたんですけど、そう他にもね 3CE とか、そういろんなねコスメのお店も見てきました。そうほんと久々にね原宿に行ったのですごく楽しかったですね。こういろんな新しいお店も結構あったので、皆さんもねぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次のさくらチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。